元プロレスラーの長州力さんが自身のツイッターを更新。大先輩のアントニオ猪木さんをいじって、ファンを楽しませている、画像。こちらが長州力さんの最新ツイート。猪木さんのファニーな写真がさりげなく。この日、長州さんはいわゆる、アベノマスク、を入手したことを報告。世間では何かと物議を醸しているが、本人は大切に繰り返し使用しているという、オビオレのマスクは、外。安心しました。家内が洗ってくれたらしい、と綴り、ベランダに干してあるマスクの画像を投稿。まだ、マスクの批判が出る中、もうやめてくれますか？私はこのマスクで頑張りますよ。もう意地です。最後まで2枚のマスクで、昭和のマスクスタイルで、と言い切った。そして、おまけの一問が笑いを誘ったのだ。すいません、会長はもう少し大きめのマスクで、頑張ってください。会長とは誰か。長州さんはさりげなく猪木さんの写真を掲載して、無言のメッセージとした。顎の長さが代名詞の猪木さんだけに、サイズが小さめの、アベノマスク、では厳しいのではないかという見立て、ボケ、だ。これにはファンフォロワーも大喜び、ああ、言っちゃったね、軽くディスりましたね、愛情の裏返し、ボンバイへ、会長にはマスクを盾に使ってもらいましょう、受けたわー、といった調子で、様々な反響とツッコミが入れられている。さらに、アベノマスクへの感謝を述べた点については、マジかっこいいわ、涙ぐましい努力、感謝の気持ちは大切です、みんなで乗り越えようという優しさがいつも感じられてホッとします、などなど、こちらも好意的なコメントが大勢を占めている。構成、ザ・ダイジェスト編集部。